こんにちは、ふうかです。今日は新ママのワンオペナイトルーティンを撮っていきたいと思います。一回撮ったことあるんですけど、ラブママさんでは初めてなので温かく見てくださったら嬉しいです。それではどうぞ。はい、ってことで帰ってきたらまず洗濯物を取り込んだり猫の餌をあげたりしてるんですが、最初にやることはご飯を作ります。いつもスーパー行って決めてます。でも大体子供たちがよく食べてくれる唐揚げをよく作ってます。ってことで唐揚げ作ります。なんか結構大きいの買って冷凍しちゃうこと多いかも。ご飯作ってる間は子供たちは2人で遊んでます。まあ多分子供たちはスイッチやってる。何やってんの？何？ふざけてドゥンドゥンだって。いつもヘトヘトになりながら夜は過ごしてるの。だいたい仕事が5時に終わって、そうモデル以外にパチ屋の仕事もやってるんですけど、それが9時5時で、で速攻スーパー行って保育園を迎えに行って帰ってくるんでバタバタ。なんでさ上脱いでるの？すぐ次男はね洋服脱ぐの、家帰ってきたら。服は筋肉もりもりだもうちょっと動画にならないからあっち行ってて。やっほー、超元気。意味わかんないぐらい。最近の出来事がね、夏だからさめっちゃセミいるじゃん。セミとかマジで超無理なの。だからなんか家帰ってきた時にマンションなんだけど、マンションとかにいるのね、セミが。セミを捕まえてもらってから家に入ってます。本当に心強い。じゃん、唐揚げは完成でーす。レタス引けばよかったね、茶色だわせーの、いただきます。いただきます。はい、いっぱい食べて。はい、はい。子供たちは納豆が大好きなので、多分ちょっとしたら納豆って言われます。美味しい？はい、嬉しいよだーす。本当ね、よく食べてくれるの唐揚げだから、唐揚げばっかりだな。好き嫌い多いんだよね、食べ過ぎ嫌いが多い。全部食べましょうね、約束です。食べ終わったのでお皿洗う前に子供たちにお風呂に出ていきたいと思います。ちょっと夏なので今はずっとシャワーでパパッとやっちゃってます。お風呂から出ました。とりあえず子供たちはバーって拭いて、髪の毛トリートメント、これずっと使ってるんだけど、リケラエマルマルジョンヘアトリートメント、これめっちゃいいです。ちょっと最近ニキビがすごくできて肌荒れやばいんで、導入液をこっちに買いました。化粧水って書いてあるんだけど導入液としても使えるっぽくて、メンソレータムのアクネス、コットンでやってきます。お肌すごい弱い方はちょっときつい、強いかもしれないけど、時間ある時はこうやって2枚に剥がして、ちょっともうちょっと多い化粧水して、おでこが最近気になるんで、おでこに、うん、ここが一番気になるんだけど、でおでことかは結構私混合肌っていうのかな、こう油っぽいので、口周りはすごい私乾燥するんですよ。口周りは無印の高保湿タイプっていうの、手でやってます。ちゃんと首とかね、鎖骨とかにもやってます。なんか無印のやつは本当に保湿のみみたいなっぽくて、すごく敏感肌の方とかにすごくいいみたいで、乳液です。これもあれです、無印。まあ、時間ある時はパックとかやるんですけど、しっかり。これでスキンケアは終わり。落ちる、シックスができてるじゃん。やるとあとパリッキー味だよ。歯磨き終わったので、ほら、洗っていきます。次は洗濯物畳んでいきます。この辺は勝負です、いかに早くできるか。畳み終わったので私の寝る準備、ドライヤーと歯磨きです。こんな感じで早くしていきます。私も寝る準備終わったのでこれから寝ていきます。起きてた。いつもはねこの風花がね寝る準備してる間に寝ちゃったりとかするんだけど、やっぱ夏休み中はダメだね。
で、ふうくんがお布団に入ったら強制でお休みです。バイバイ、おやすみなさーい。おやすみなさい。こんにちは、まゆです。今日は、新ママのワンオペナイトルーティンっていうのを撮っていこうと思います。どうぞ帰ってきて、まず、楽な格好に着替える。服を着て、はい、入ってきた今から。最近はすぐ食べたいというからすぐ着替えてくれるんですけど、でとりあえず今日スーパーに寄ってきたんで、はい、今日は温泉を作ろうかなと思ってます。うちの愛とくんは野菜がめっちゃ嫌いで、本当に細かく口の中で分別して出してくることが多くて、わかんないけど餃子だけはめっちゃ食べるんです。作るものもめっちゃ迷うんですけど、餃子率は結構高いです。はい、あと、お味噌汁を作るかな。本当に変色で、オムライス、ハンバーグ、餃子、本当に決まったものしか食べてくれなくて、いつもね、隠して野菜を入れたりとかするように心がけてます。そうすると、割と食べてくれるやつは食べてくれるんですけど、待って、味噌を買い忘れた事件。中華スープに。します。今日は巻いてくれるんでしょ。今日あんたたちだったり。あれ。何してあげて。シューマイです。それがシューマイじゃないですか。いいじゃん。それでね、餃子が完成しました。じゃん。美味しそう。茹で焼いてる間にたらこチーズ。卵焼きも作りました。これ盛り付けます。餃子見せたら無情に飲みたくなっちゃって、ちょっとハイボール持ってきちゃいました。おいしい。おいしい、うん、今の言う通りおいしいよ。うん、アイコンのことかじゃない。えへへへ、これ飲みでお酒できるの。はい、ということでご飯食べ終わりました。アイトが自分で作ったからいっぱい食べてくれました。アイトがいつもご飯を食べ終わったらアイスかなんか食べるんですけど、その間にうちはラーメンかバンって終わらせます。ご飯も片付けも終わったので、とりあえずお風呂掃除します。お風呂を組みます。で、組んでる間に私が筋トレしたりとかする時もあります。お風呂終わりました。バッグ、バッグだけつけて、あのボディクリーム塗って、パックしてる間にドライヤーします。スキンケアどうします？パックはこれ使ってます。ママ地下スキンのパックを毎日、結構時間あるときは朝もやったりするぐらい使いやすいです。最近いろんなやつ使ったりしたんですけど、シンプルなスキンケアの日とかも入れた方が肌がいい感じに持つ気がして、今日はなんかこの地下クリームもマジないんだけど、これだけパックのあたりに塗るかなって。合う人と合わない人がいるって言うんですけど、私は結構合ってるみたいで、それとか使うと結構調子がいいですけど、クレンジングもこの水クレンジングで入れるのが一番いいです。最近そのクールズのパスタの美容液もあったので、それも結構使ってます。これまつげ美容液なんですけど、なんか最近使ってたやつがなくなっちゃって、これも試してみて。最後結構ね、ぎゅうぎゅうに支度をしてるんで硬くなっちゃったり、寝る支度した後に片付けしたりとか、このおもちゃとか片付けしたりします。いい食べてる。特に変わったところもなく一般的な感じだと思います。でも私の場合逆に新ママだからっていうのもあって、料理の量も少なかったりするから、洗い物とかもそんなになんかめっちゃ出るっていうわけでもなく、やることとかも洗濯物とかもやっぱ多分少なかったりとかすると思うかな。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタン。